はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、食玩列車戦隊特急ジャーハイパー特急1号キットです。はい、1個300円の食玩なりきりシリーズで、今回は全4種類といっても、大回転キャノン以外は特急ブラスターと特急チェンジャーと特急バックルですから、他の3種類は再販版ですね。ただ特急バックルだけ通話モードのプレートが増えて、スマートフォン状態にもなります。ということで、特急ブラスターと特急チェンジャーはもうレビューしましたから、今回は大回転キャノンと特急バックルの通話モードをレビューします。ではまずは特急バックル、外箱はこのようになってます。一応特急チェンジャーと特急ブラスターの外箱も見ましょうか。正面はこうで、上側と後ろ側、ミオとトカッチが一緒になってるのはいいですね。ではバックルを開けます。はい、中身を出すと、お、基本は同じですね。ランナーが2つ入ってて、ラムネとシールで、今回はこの通話モードシールが追加されてますから、このパーツにペタッと貼って、反対側にも TQG を貼ります。前回レビューしたこの特急バックルと基本のパーツは同じですから、パカッと外して付け替えれば、そのまま特急ジャーのレインボーパスとバックル状態も再現できて、ひっくり返すと通話モードに変わります。はい、これで OK です。ちなみに前回はひっくり返すと真っ黒でしたから、本当にシールが追加されたのみですね。次は大回転キャノン、外箱はこのようになってます。ハイパー特急1号がたくさんいますね。で、見る感じ全部シールですから、これは作るのがちょっと手間っぽいですね。では開けまして、パーツを出します。あ、そんなにでも思ったよりぎゅうぎゅうな感じないですね。ランナーが1個2個、いつも通りで、あー、シールがやっぱりちょっと多いです。では作ります。この中心パーツに回転台を取り付けて、パーツと列車はもう一体化してるんですね。では4つのパーツを取り付けます。これは簡単。ピンク列車とイエロー列車、グリップ部分をパーツをはめてからここに取り付けて、でもう一方を後ろ側に取り付ければ、はい、これで大回転キャノンは OK で、もう一個がハイパー列車、これは2つのパーツを両側でくっつければ終了。 2,3 分でパッチ組みが終わりました。超簡単ですね。ではここからシールを貼ります。この列車部分とか全部この一体化してるパーツにシールを貼っていく感じなんですね。なるほど、これは綿棒とかを使わないとちゃんと貼れないですよ。くるっと貼ってちょっぴり大変っぽいです。はい、5分ほどでハイパー列車を含めた列車系のシールが終わりました。ちょっと列車の位置が間違ってましたから付け替えながら貼ったんですけど、ちゃんと列車が別パーツに見えますね。これはすごい。では残りを貼ります。完成、大回転キャノンです。はい、出来上がってみると300円ながらもなかなかよくできてますね。列車以外の本体部分にも結構シールがあって、赤色の本体カラーがしっかり再現されてます。シールは全部で10分ぐらいでしたから、全部で15分でできました。正面はこうで、横、後ろで、反対側と上側、ちゃんと回転台に列車がはまってますね。ただハイパー列車と他の列車のスケールがだいぶ違います。で、上側と下側、全長はそこそこコンパクトで、同じシリーズの特急ブラスターと比べるとこれくらいですね。ソードモードより短いです。ただ幅がありますから、まあ、300円でこれだったら十分ですかね。で、ギミックとしてはハイパー列車のこの脱着ができます。前にスッとずらすと外れますし、レーンに合わせて入れるとセットされます。で、回転台はちゃんとカチッと動いて列車ごとに止まりますから、この辺はしっかりしてますね。下のグリップ部分はトリガーを押せないんですけど、この前のグリップはデラックス同様このように前後に稼働します。なのでガチャガチャアクションはできますね。ただこれに合わせて回転台は回転しませんから、必殺技をやるときは自分で1連結、2連結、3連結、4連結、5連結、自分でドンとね、打つようなスタイルです。これはなかなか可愛くよくできてますよ。このセンターの列車は、同じシリーズの食玩列車は付けられるんでしょうか？あ、いけますね。
ちょっとサイズがオーバーですけど、回転も、一応、無理ですね。引っかかっちゃうな、これ。ダメだ。あくまで、付属のハイパー列車で遊ぶような感じですね。もちろんこのハイパー列車は、食玩特急チェンジャーに、ちゃんと対応してます。はい、デラックス版と比べるとこうなります。さすがにサイズ差がすごいですね。ただ、列車の装填状態を再現しているのは、なかなかいいと思います。はい、ということで、食玩ハイパー特急1号キットの大回転キャノンと特急バックルを紹介しました。前回レビューした特急チェンジャーと特急ブラスターを並べるとこうですね。今回のハイパー特急1号キットを全部集めれば、一気にこれで手に入りますから、前回買い逃した人は、大回転キャノン以外も狙い目だと思いますね。以上、食玩列車戦隊特急ジャー、ハイパー特急1号キットの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。